高校生とかの時から、まあ、おしゃれに目覚めというか、服はどんどん年々好きになっていく感じでしたね。少し背伸びする洋服を着る時もあれば、昔に戻れたり、ファッションっていうのは毎日の楽しみというか、そこを感じますね。こだわっているところはこだわらないことですね。役者はこうであるべきだとか、そして生き方しかり、自分が行きたい方に、楽しい方に、人生が幸せに向く選択をしていきたい。